かぼちゃを折ります。まず三角に折ります。もう一度三角に折ります。広げます。真ん中の線に向かって三角に折ります。反対側も折ります。こちら側も、真ん中の線に向かって折ります。反対側も折ります。こちらの部分を開いて角を尖らせます。反対側も行います。こちらの真ん中で後ろ側に折ります。こちらの角を、折り目のところから斜めに折ります。反対側も折ります。こちら上の1枚を、この辺りまで折ります。裏返して反対側も同じように折ります。裏返します。2枚、一緒に角を内側に折ります。裏返します。こちらでかぼちゃの完成です。